アミーガ CD は1993年9月にコモドールから発売されたゲーム機である。ヨーロッパ初の32ビット次世代機である。コモドール社が発売していたパソコンアミーガシリーズの技術を元にしており、サードパーティー製のマウスやキーボードを接続することでフルスペックのアミーガ1200相当にバージョンアップすることもできた。アミーガ1200と互換性があるほか、 前盛代機のコマドを CDTV とも互換性がある。CD r o m ベースのゲーム機として、発売直後となる1993年度のクリスマス商戦では、特にイギリスで好調なセールスを見せたが、次世代機戦争が本格化した1994年になると勢いを失い、リリースから半年後となる1994年4月にコモドール社が倒産したことで展開が終了した。 事実上、アミーガシリーズ最後のハードにして、コモドール社最後のハードとなった。コモドール倒産までに10万台ほど売れたと推測されている。パソコンのアミーガシリーズを擁するコモドール社は1990年代中頃の次世代キム・ウーブメントが始まる以前から CD ベースのマルチメディア機器に興味を示しており、オランダ・フィリップス社の CDI に対抗して、コマドウ CDTV という、 マルチメディア機器を1991年にリリースしたが、マルチメディア機というコンセプトが明確ではなく、コンシューマーにアピールできずに商業的に失敗した。そこで、マルチメディアという曖昧な商品を開発するのを避け、ゲーム機として開発されたのが、アミーガシリーズ32である。アミーガシリーズの初代機がもともとパソコンではなく、ゲーム機として企画されていた経緯を考えると、 ある意味アミーガシリーズの原点回帰を狙った製品である世界初の32ビットゲーム機を標榜していた。また拡張モジュールとして当時最先端だった MPEG-1 デコーダーがある。これでビデオ CD を用いた映画の視聴ができるというのが売り文句だった。コモドールは IBM PC やマッキントッシュとのシェア争いに負けた結果1993年時点ですでに 北米市場のシェアを失っており、ヨーロッパを中心に販売戦略を展開していたが、それすらも失いつつあったため、ライバル機としては当時欧州で、最も普及していた、家庭用ゲーム機であるセガのメガドライブ、およびメガドライブの CD ドライブ拡張機能である、メガ CD が想定されていた。コモドール社は、ハードウェアメーカーらしく、メガドライブに対して、アミーガ CD32 のハードウェア優位性を、 強調する販売戦略を取ったが、アミーガ CD32 はスペック的には、旧世代のアミーガ1200そのままで、メガ CD は、ともかく次世代機のあたりジャガーや 3DO と、比較すると性能面で後進を排しており、アメリカでは1993年のクリスマス商戦で、すでに 3DO やあたりジャガーなどの次世代機が発売されていたなど、当時ゲーム業界では次世代機に向けた動きが、 盛んであったため、欧州のゲームファンに対するアミーガ CD32 のインパクトはさほどなかったのも事実である。アミーガ CD32 の全世代機である CDTV は CD r o m ドライブを搭載したマルチメディア機を歌いつつも実際はアミーガ500のハードの流用であったため、それを知ったアミーガユーザーはわざわざ CDTV を買うのではなく、 アミーガ500対応の CD-ROM ドライブがリリースされるのを待つことにして回避変える結果となったということがあった。前世代機でこのような失敗を犯していたにもかかわらず、アミーガ CD-32 も基本的にはアミーガ1200のハードウェアの流用であり、アミーガ1200のアガチップセットをベースにカスタムチップ、アキコを積んだ CD-ROM ドライブを接続しただけの白物であった。 その時点で、アミーガユーザーにとっては、アミーガ CD32 の存在意義はなかった。また1993年当時は、FPS や対戦型格闘ゲームなどの新ジャンルが、ゲーム市場で没興しつつあったが、アミーガ500以来の欧州の中小スタジオがメインである、サードパーティーたちには、新ジャンルを開拓する力はなく、結果として、アミーガ CD32 は、 ヨーロッパ発の32ビット次世代機でありながら、旧アミーガ用にフロッピーベースとしてリリースされたゲームを単にムービーや CD 音源を付け加えた CD r o m ベースとして移植しただけの作品が多かったことも次世代機としてのヒットに結びつかなかった一因である。アミーガ CD32 の失敗の原因としては、上記のようなマーケティング上の不備があり、 アメリカにも出荷が予定されていたが特許問題が発生したために販売が許可されず解決に手間取っている間にコモドールは倒産してしまうパソコン事業で苦戦していたコモドールにとってはゲーム機事業が最後の希望であったがヨーロッパ市場でのアミーガシーリー32の売り上げはコモドールの経営を支えるまでには至らなかったとはいえ1993年当時はまだ 本格的な次世代機戦争が始まる前であり、その頃欧州で最も普及していた CD ロムゲーム機であるメガ CD の販売台数が数十万台だったことを考えると CD ロムゲーム機としてのアミーガ CD32 はそれなりに好調であった。特にアミーガの人気の高かったイギリスでは1993年度のクリスマス商戦でメガ CD を上回る38%の市場シェアを 獲得し、CD ロムドライブを搭載したゲーム機としては最も販売台数が多かったという。リリースから半年後に製造元が倒産した不遇のゲーム機ではあるが、むしろ1993年のクリスマス商戦におけるアミーガ CD32 の利益によって死にたいのコモドールが半年間延命できたとも言える。サードパーティー製のズルなどが両作ゲームとして知られている。特に イギリスやドイツなどでは、アミーガシリーズの人気が絶大だったこともあり、製造元の倒産や、復旧台数にもかかわらず、ソフトウェアの供給は1997年頃まで続いた、アミーガレポート、インターナショナルオンラインマガジン、イシューナンバー2.09、アミーガニュースセクション、2011年8月28日閲覧、ありがとうございます。